平野氏・しートとストレイキズフィリックス、香港でのルイ・ヴィトン2024プレフォールメンズファッションショーに華やかに登場。香港、11月30日21時日本時間、ルイ・ヴィトンは、メンズクリエイティブディレクター、ファレル・ウェリアムスによる2024プレフォールメンズコレクションのショーを開催し、世界中のファッション愛好者を魅了した。 特に、日本からはナンバーアイ、ナンバーアイの平野仕様やストレイ・キズのフィリックスなど、多くの豪華ゲストが駆けつけた。会場には一流のセレブリティたちが勢ぞろいし、最新のコレクションを堪能。その中でも、平野仕様とストレイ・キズ・フィリックスが注目を集め、彼らのスタイリッシュなファッションセンスが一際際際立っていた。平野仕様、ストレイ・キズ・フィリックスらの登場。 ルイ・ヴィトンのファッションショーに登場するセレブリティたちは、その場の雰囲気を盛り上げ、そのスタイルで一層ファッションの注目を浴びた。日本からは、ナンバー・アイ、ナンバー・アイの平野仕様がシックでありながらも遊び心を感じさせるスタイリングで登場。一方、ストレイ・キズノ・フィリックスは、独自のセンスでメンズコレクションに彩りを加え、そのスタイリッシュなルックスで視線を引きつけた。 彼らの登場は、ルイ・ヴィトンのブランドイベントに新たなエネルギーをもたらし、多くの注目を浴びることとなった。彼らがまとった洗練されたスーツや派手なアクセサリーは、来場者たちの心をつかむとともに、ファッション業界における新たなトレンドを切り開いた。パレル・ウェリアムスのメンズコレクション。パレル・ウェリアムスによる2024プレフォールメンズコレクションは、 革新的でありながらもクラシックなエッセンスを感じさせるものとなった。彼のデザインにはヒックホップカルチャーからのインスピレーションが随所に見られ、これまでのメンズファッションに新しい息吹をもたらしている。ウィリアムスのデザインは洗練された大人のスタイルと若々しいエネルギーの融合を象徴している。 豊かな素材や斬新なカッティングが印象的であり、そのデザイン哲学は多くの来場者から絶賛された。ショーではメンズコレクションに加えてウィメンズアイテムも披露。幅広いスタイルを提案することで、男女を問わず多くのファッション愛好者の注目を集めた。豪華ゲストとの交流。 平野紫耀やストレイ・キズ・フィリックスだけでなく、ソン・ジュンギやタハール・ラヒムなどもルイ・ヴィトンのショーに足を運んだ。豪華なかぶれが集まり、異なる文化や分野のアーティストたちが交流する場となった。ゲストたちはショーの合間には笑顔で談笑し、新たな友情やコラボレーションの可能性を探っていた。このような国際的なイベントは、 ファッション業界だけでなく、エンターテインメント業界全体に新たな創造性と連携の機会をもたらしている。来場者たちの感想。ショーを観覧した来場者たちは、ルイ・ヴィトンの2024プレフォールメンズコレクションに対して高い評価を与えている。特に、 カレル・ウェリアムスの才能に感嘆し、そのデザインが現代的でありながらもクラシックな美学を保っていることに注目した。ヒラの仕やストレイ・キズ・フィリックスのファッションセンスにも賞賛の声が上がり、これからのファッショントレンドに期待が寄せられている。来場者たちは、ショーを通じて新たなインスピレーションを得たとともに、ファッションの可能性について考えさせられたと語っている。 ルイ・ヴィトンの2024プレフォールメンズファッションショーは、ファレル・ウェリアムスの才能あふれるデザインと、豪華なゲストたちの参加により、大成功に終わった。ヒラ紫耀やストレイ・キズ・フィリックスのようなアーティストたちが、ファッションシーンに新たな武器をもたらし、国際的な交流の場としての役割も果たした。 来場者たちは、これからのファッショントレンドに期待を寄せ、新たなアートとエンターテインメントの可能性を感じた。